はい、どうもこんにちは。今日は MotoG5 にケースつけますと。これもなんかとりあえずなんか透明なケースが欲しかったので、とりあえず最初はデザインを楽しみたいから、とりあえず透明なやつっつって適当に買いました。 MotoG5 ケース、5クリア新品、安かったね。メイド1位なね。雑っと、なんか雑だな。これだけよ。あ、これあれか、プニプニケースだ。やいこいやつだったね。まあいっか、別に当たり前買うし。とりあえずはこれ。では。大丈夫かな、ガラスに干渉しないかな。あ、しないしない。つけると、まあ、大きくなるね。まあ、守るためだからしょうがないよ。で、まあ、ボタンの押しやすさね、肝心なのは。なんだろう。押した感がないね、やっぱり。こういうね、やいこいやつはね、こう押した感がないよね。まあ、でもこれ、安かったから。まあ、いいでしょう。はい、今日は。MotoG5 にケースをつけました。それではさようなら。その外そうとしたケースを、ただね、衝撃の事実よ。これはびっくり。あのね、ケースと一緒に後ろの蓋取れちっちゃうの。これはね、いいね。なんでいいかっつうと、蓋が取り外しやすいってことだね、これつければ。だから取り外しにくいで困っている人は一旦このケースをつけて外す。で、電池入れて使うね。びっくりよ。まあ甘かったのかな、これのはめ方が。ちょっと取っとろう。びっくりしたもんな。あーってなって、なかなかね、しっかりね、くっついて、しっかり、まなんていうの、ガチっていってるから、これ取り方によってはなんか蓋割れそうでね。いや、びっくりした。ちゃんとね、パチってやれば大丈夫。まさかまた取れるなんてことはないでしょうね。まさか、さっきのはちょっと蓋のあれが甘かっただけだっつうね。よいしょ。ここを押して、よいしょ、あれだよ。これがちゃんとしてるってことだね。ちゃんと大きさが合ってるから。でもこれがあればね、取るときに頑張ってガリガリやって、ここがザラザラになることはない。新発見、よかったね。で、本当にさようなら。